まさか須藤君を連れ戻せなんて言わないでしょうね。分かってるなら聞くな。今の私は他人を気遣っていられる状態じゃ。いつまで役立たずでいるつもりだ。どういう意味？言葉通り役立たずのお前にそういった今の D クラスの窮地もお前には偶然に見えるのか。バカにしないで。龍炎君の策略かもしれないことくらい私にも。現に今お前は一人じゃ何もできない。それはお前もまた自分だけの武器が必要だ。あ、お前は何をすべきだ。怪我が治るのを祈ることか。違う、あとは自分で考えるんだな。